皆さんこんにちは、りほです。今回は春の1週間コーデルックブックなんですが、もうすぐ皆様お待ちかねのゴールデンウィークということで、お出かけコーデの参考になると嬉しいです。それではスタート。はい、まず1コーデ目はピクニックコーデ、動きやすい服をイメージしてコーディネートしてみました。久々にユニクロで購入したこちらのコットンストライプロングシャツ、 S サイズなんですけど、ストライプのものを持っていなかったっていうのと、ずっと使えそうなアイテムだなと思ったのでこちらを購入してみました。パンツはレムクローゼットのパンツに、バッグとシューズは最近新調したガニーのバッグとニューバランスのスニーカーです。スニーカーも本当に履きやすくておすすめのスニーカーです。はい、2コーデ目。この日は主人と銀座のランチに行った日なんですけど、ジャケット羽織っとけばね、綺麗めなコーディネートになるかなと思ったので、このコーディネートにしてみました。小物はロエベで揃えてます。あとは春カラーも取り入れたかったので、インナーにピスタチオカラーのトップスを持ってきました。これでね、一気に春らしさも増した気がします。はい、続きまして3コーデ目。こちらのコーディネートはショッピングだったりとか街歩きにおすすめのコーディネートです。動きやすいっていうところもポイントにしつつ、足元はパンプスにして大人っぽいコーディネートにしてみました。今の時期は本当に気温が読めなくて、寒い日もあれば夏みたいに暑い日もあったり、どっちにしても朝晩は冷えると思うので、こういった羽織は必要ですね。アウターを脱ぐとこんな感じのコーディネートになります。このね、チャイナシャツも本当に可愛いの。チャイナ感出しすぎてないっていうところもポイントで、袖周りのギャザーがね、本当に可愛いです。バッグとシューズも明るめのカラーで統一してみました。はい、続きまして4コーデ目。こちらのコーデも春カラーを意識してコーディネートしてみました。この日のコーディネートのテーマは何だろうな、ゆるく街歩きっていう感じのテーマです。最近よくナイキのエアリフトを履くんですけど、これはね、今の時期から夏まで本当に重宝します。今はまだサンダルを履ける気温じゃないので、こんな感じの指先を守ってくれるシューズはありがたいですね。はい、アウターを脱ぐとこんな感じのコーディネートです。めちゃくちゃゆるい。この MM6 のジャパニーズトートバッグも結構前にね、購入してたんですけど、これ真っ白だから本当に使うの気使っちゃってもう最近ね、吹っ切れてもうたくさん使ってます。あとは久々にメガネもかけてみました。はい、続きまして私のお気に入りのコーディネートです。こちらはレムクローゼットで今予約販売中のワンピースなんですが、もうこれ本当に可愛くないですか。この日は少し寒かったので、ロングスリーブのインナーを着てるんですけど、キャミソールなんかと合わせると肌がね、少し透けて見えて、また可愛いんですよ。これが夏も着れるアイテムです。これはね、今予約販売中でゴールデンウィークまでには間に合わないんですが、これは本当におすすめしたい。丈感は少し変わってしまうかもしれないんですが、身長問わず着用いただけるワンピースなんじゃないかなと思います。深くスリットの入った袖がポイントです。はい、続きまして6コーデ目。こちらのシャツもレムクローゼットの新作のシャツで、今予約販売中なんですが、今ねコロナの影響で少し入荷が遅れておりまして、今回予約販売という形を取らさせていただきました。こちらのシャツも夏まで着用できるアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。これはね、スリーブが 2way になっているので、私みたいに身長が低い方はおそらくね、腕の長さも少し短いかなと思うので、これはね、内側からボタンで留められる仕様にしてみました。なのでこちらも身長問わず着用いただけるアイテムだと思います。どなたでもバランスよく着用いただけるように前後差を大きくつけてみました。はい、続きまして7コーデ目。こちらは先ほどご紹介したホワイトのワンピースのブラックバージョンでございます。このブラックも可愛い。ブラックはね、お呼ばれコーデとかにもおすすめです。今回ね、インナーにキャミソールを着てるんですけど、わかるかな、すごくね、透け感があるのが。
もちろんこんな感じのきれいめなコーディネートだけじゃなくて、デニムとかと合わせてカジュアルコーデにしてみてもいいと思います。このワンピースはかなりこだわって作りました。ぜひチェックしてみてください。それでは本日も見ていただきありがとうございました。